メリノール宣教会は1911年に創立されたカトリックのアメリカの海外宣教会。20世紀前半には中国で活発な宣教を行い、大連カトリック教会は主に日本人により建てられ、現存している。創立者はボストン大使教区司祭であるウォルシュ神父とノースカロライナ州ローリ教区司祭であるプライス神父。メリノールの名は ニューヨーク郊外のマリアの丘から名付けられた。1911年にメリノール選挙会を創立。同年6月29日に教皇ピュース10世から正式な認可を受ける。1918年に創立者のプライス神父と3人の選挙師が中国へ派遣される。選挙国はアジア、中南米、アフリカ、中近東地域の26カ国に及ぶ。 メリノール宣教会の日本での活動は、3人の宣教師の横浜への到着により、1933年8月31日に始まる。1935年8月から、滋賀県で宣教を開始し、カトリック、大阪教区の一部であった京都府、奈良県、三重県、滋賀県が、千窓区として同会に委託された。現在は、北海道室蘭市。 東京都などで活動をしている。カトリック、京都市教区の設立に貢献し、一時私牧を任されていた時期もある。西人聖ヨゼフ教会などの京都市内北部の教会を設置した。テレビやラジオを通じて、独自の宣教活動を行っていたジェームス・ハヤット、神父とグレアム・マクドナル神父も、1974年に東京教区の司祭になるまでは、同会の会員であった。 郵便番号102-0094東京都、千代田区清井町6-2。ありがとうございます。